星が輝くってどういう意味やろ。おお。ちょ待って。え？いやもうほんま勘弁してくれ。一個ずつ行くしかないな、ほんじゃ。三つで重ねたらモテるって片手で。ムーンクレストを取りますか。はい。あ、いたいたいた。もうやめろや、もう。縦線2つ、十字架、横線3つ。これをどう考えるかってことやな。縦線2つ、十字架、横線3つ。星と太陽と月。十字型。縦線2つ、横線3つ。ん？あ、調べたねんか、まず。書いてあるんかい。ボタンあんのかい、ほんで。ふーん。縦線、え、ちょっと、じゃあこれは縦線2つってことですね。うん、はめる場所も勝手にやってくれんねや。優しい。悩む気満々やったのに。ボコスカウォーズで最初の方に仲間になるやつや。よいしょ。よし。笑ってるなぁ。で、これで裏面見たときに、まんじとかやったら俺泣くしかないから。そんなこともなく。はぁ、あ。あかん。調べてしまう。え、ちょっと待って、これはめたらどうなんのよ。大丈夫か？はめるぞ。収まってるね。取るよ、まあ取るよ。取る取る。ありがとう。よし、帰ろう。予想外すぎて、なんかもう、はあ、あ、雨ざらしやろ。玉も入ってるし、ほんで。装填されてる。うん。なるほどな。もうやめてくれよ。アイテム欄6つしかないのにさ。もう勘弁してくれよ。さっさとクランク使って捨てよ。よし。あ、でも救急スプレーあるし。あ、弾は拾える。助かるわ。
うーん、草食ってもええな。草決めよう。よし。あ、拾いますかっていう画面一回出したら探索済みになるんや。あ、そうなんや。全然この階段降りるとこも行けへん。救急スプレーはじゃあ取るか。あ、違う、ドアやんこれ。ドアやんか。びっくりした。えらいでかい救急スプレーやな思った。いや、もうちょっとの違いやん。もうよし。どうしよっかな。犬始末しよっかな。いやー、大丈夫かな。せんでもいいよな。ちゃうわ。え、犬より手前か、プールがあったとこって。あれ、ああ、こういう感じか。プールがあったとこって、ああ違うな、犬の先やな。犬の先行って、プールの水を多分抜くんやけど、抜いたら俺ちょっと一旦帰る。セーブしたいわ。あー、こっち犬おった。あー、なんかくつろいでる。かわいい。そうじゃ。救急スプレーじゃなくて。え、ちょっと水抜いた途端も、水抜いた途端に水の底になんかいかついやつおってすぐ戦闘みたいな。いや、まあでも今武器いっぱいあるから大丈夫か。これクランクはめるけど動かんで、あれって錆びてんのかなってなってな。救急スプレー振ったらくるくる回るようになるっていう。え、嘘やん。使う必要しかないやろ、ここ。何？何がどうなの？水抜くんでしょ？ああ、そうやな。うわあ！ゲーム画面より画質の荒いムービーや。遠くで滝の流れる音が聞こえる。クランク捨てろや。捨てろよ。一方通行のドアかな。だ、帰りの近道になってるんかな。もしかしたらあの扉、思い切って先に進むか。いやー、ちょっとセーブしたいな。ちょっと一旦セーブしに帰らして。どうせこのまま行っても普通に帰れてすぐセーブポイントあったのにってなるかもしれんけど、もうそこはもう、そこはもう許して。ああ！ちょっと様子見るのも嫌やん。だってちょっと様子見るだけのつもりがボス戦が始まるかもわからへんやん。先のことを知ってる人がいっぱいおるやろうからそういうことを言うかもしれんけど、俺は知らんわけやから。これが全く知らないものの反応ってことですよ。ああ、怖い。そこのセーブポイントでいいか。
ええか？結局これ、こっちのセーブポイント使ったら、上の階に行って、で、ぐるーっと回って、まあ、距離的には一緒か。で、また下に降りて、で、うわ、まあ、やっぱあそこの鍵開けたいなぁ。いや、関係ないか、あんまり。あんまり関係ないな。よし。いや、でも、死体も極力焼いてるから、ほんまもう、こっちの建物がほんまに俺の家みたいな気になってるわ、今。安心感がすごいわ。マグナムはまあまあ、弾もあんまりないし、クランクって持っとくべきかな。悩ましいな。ショットガンの弾はいいや。ハンドガンの弾持っていこう。クランクはもうとりあえずしばらくいらん気するけどな。でもまたすぐ使うかもしれんしな。一応持っていっとくか。救急用スプレーは節約。生臭1個。最悪使えばええから。最悪使うときもあんまり惜しい気持ちなく使えるから。ああ、なるほどな。必要やってなってから取りに帰る。それもそうやな。じゃあクランクしまおう。インクリボン出せ。もうインクリボンは自動で1個だけ出せ。俺がアイテムボックス開けたら。もう怖くなくなったから安心して3番にセーブできるわ。ふちょっと飲み物休憩。よいしょ。炭酸が微妙に抜けた。マッチうまいわ。ただでさえ微炭酸やのに。いやでもね、そうなんですよ。微炭酸がさらにちょっとこう抜けてるぐらい強い炭酸。てか炭酸結構苦手やねんけど、全く何にもないのもちょっとなっていう人に、ちょっと炭酸の抜けたマッチ、これが最強。え、これどっち向いてる。これで足がしびれてきた。クッションを使いましょう。よいしょ。あ、今日はね、あんまり長時間やるつもりじゃなかったんよね。もう2時間やってんのか。逆や。
次の区切りぐらいで終わっとこうかなと思います。他にもちょっといろいろやることがあるんで。そう、明日ちょっとね、新幹線乗らなあかんから。泊まる場所も決まってないのに。どの足から飛び乗るの？チャレンジャーか。テンテルテンテンテンテルテン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 テルテン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 テまあだから新幹線乗ったらね、なるべく先頭の方の車両行ってね、クジラ出てくるまでジャンプするようにしてるんですよ。うん。そしたら一面の間は無敵になるからね。ここで笑てるやつ、おっさんとおばはんだけやからな。これからもどうぞよろしく。この左が多分逆側からの鍵ってやつやと思うねんな。一応確認しよう。うわあ めちゃめちゃおる。家は確認せんで。うわ、うわ、そんなとこおる？はい、アホ。よし、行こう。リロードしとかな。怖い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 。体中にこう藻がまとわりついた、なんか緑のゾンビとか出てくるっていっぱい。まあ、ハウスオブザデッドの話ですけど、セガのガンシューティングの。探索済みになっとっても怖いよな。わっ、何これ、ワープゾーンやん。いや、こんなんよう入らんわ。うわー、うわー、なんやこの色のハーブ。あ、ブルーハーブか、これ。青色のハーブが生い茂っている。ああ。
ああ、なんや、マップ上での黒い半円は。え、どこ？あ、こっちか。なにこれ。勢いよく流れている滝だ。奥に何かあるようだが。いけるやろ、それは。それはいけるやろうが。とりあえず、うわぁ、びっくりした。やめて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 。あ、なにこれ、ビリビリ言ってる。バッテリーが抜かれている。あ、そうな、とりあえずここ入ってみよう。電源が、あ、そうか、バッテリーがバッテリーが抜かれてるから。じゃあ進むか。草、ええか別に。グリーンハーブがあって、レッドハーブがあった。ということは。グリーンとレッドで、超回復やったっけ？取っとくか。うわ、怖いわ。こういう穴も怖い。うわ、びっくりした！避けれる？これ。避けれんのかい。あ、こんなことされたら急ぐしかない。怖い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 。こうやって急がしといて、こうやって急がしといて、前に怖い奴がドーンって言うことがない。どんなアングルやねん。なんやねんこれ。寄宿舎。はあ、怖い。ブルーハーブ。蛇がおったわけやもんな。毒の危険性があるわな、そりゃ。うわ、めっちゃあるやん。さっきのとこで毒蛇に噛まれてたら、どうぞこちらでってことや。はあ、とりあえず赤い扉。001と書かれている。あ、箱や。これ押せそうやな。この箱は押せそう感がすごい。ほら、ちょっと目的がないと。ここかな。あ、なやこれ。うわあ、びっくりした。なんちゃい。ああ、もう。うわあ、くそ。これを蓋するってことか。ファインかい。これを蓋しとけば安全に取れるってことかな。はあ、これでも通れへんのじゃん、こんなことしたら。あ、ボタン押しての登ったやんか。これでいいか。はあ、え、でもその前に扉がいっぱいある。ふう、さっきこっちや。ファインやからよかったもんね。あ、落ち着く。なんでこんなタイプライター多い。助かるけど。助かるけどさ。
あそうですね、今回はこの辺にしときましょうかね。うん、まだまだ物足りないぐらいですけど、やり始めたらやりすぎるのが悪い癖なんで、うん、ちょこちょこなんか咳払いが増えてきてるでしょ。なんかぬるぬるしたものが喉の奥に溜まっていってる感じがする。うん、これ以上やると思う、ってなるから、うん、それは避けたいから。うん、はあ、どんなもんかな全体的に。な、進行度で言ったらまだまだありそうやな。はあ、怖い。よし、じゃあバイオハザード HD リマスター第2夜、この辺で終わっときたいと思います。今回もどうもありがとうございました。また次回やるときよろしくお願いします。